ゆっくりぐっすり休んだ翌日も晴れ。2日目の朝はここ日南からスタートです。おはようございます。2日目の朝を迎えました。昨夜は日南市のホテルに泊まりまして、そのすぐ近くに堀川運河がございます。堀川運河は、帯杉を運ぶために作られた人工の運河です。今朝もとてもいい天気です。朝の散歩にもってこいですね。帯藩は良質の杉材である帯杉を日本各地に供給していました。より効率よく安全に運搬するため、この堀川運河が掘られました。堀川橋は国の登録有形文化財。映画「男はつらいよ」の舞台にもなり、一躍脚光を浴びました。かつては東洋一のマグロ基地として栄えた油津。マグロを積んだ第八車が頻繁に通ったそうです。油津赤レンガ館は油津のシンボル。こちらも登録有形文化財。元は帯杉などを扱う材木商の倉庫でした。現在は地域文化活動の拠点として再利用されています。お知らせの後も宮崎県南を巡ります。もう一度ハネムーンを宮崎で。宮崎県南の日南を歩いています。めぐみさんが向かったのは、お仕事中すいません、一日にどれぐらいのお芋の皮むかれていらっしゃいますか？2トン。2トン？お芋を剥いているということは宮崎の芋焼酎でしょうか。早い。訪れたのは京谷酒造。数ある酒造メーカーの中でも屈指の歴史を誇る老舗。先ほど剥かれたお芋が運ばれてきました。どのように焼酎が作られるのかお話を伺いました。もう少ないボイラーじゃないかな。へー、珍しいんですね。珍しいです、はい、でもう一度培養するんです。もうちょっとまだまだ工程があるんだ。亀で発酵させる蔵にも特別に入れていただきました。温度を取ってですね、温度管理して、そしてこれ炭酸ガスなんですよ。発酵の時に炭酸ガスをどんどん出します。めぐみさんも酒造りの大変さを体験。あ、え、本当だ。わ。あ。わ、すごい。ね、芋はそうで油っぽいですもんね。工場見学をさせていただきまして、やっぱり見てしまうと飲んでみたくなりますよね。今日は何をいただけますでしょうか。はい、今日はですね、はい、こちらのカッパの誘い水、ね。カッパの誘い水。はい、こちらモンドセレクションでも4年連続最高金賞を受賞している。素晴らしい。芋焼酎です。20度なんですね。はい、あ、いい香り、お芋のいい香りします。まろやかですね。はい、もうほんとすっきりまろやか。もうほんと食中酒で飲みやすいですね、これ。はい、次はですね、こちらの金京甘露。こちらはですね、地元日南で飲まれてる芋焼酎です。はい、へ、はい、あまり関東の方には、まあ、出てはいるんですけど少ないはずの。じゃあ宮崎に来たら、はい、ぜひこれがこれが飲めると。はい、あ、さっきよりも。もっとすっきり、はい、黒麹仕込みですので、しっかりしてますね。こっちまろやかさが出てるので飲みやすい、うん、飲みやすい、はい、亀しずくは焼酎ブームの前から全国的に人気となった本格派の芋焼酎です。ここでお知らせ。今関東で絶賛開催中の2012宮崎ウィーク。
宮崎の食や観光など宮崎を象徴する美味しい楽しいを首都圏で体感できる期間限定のイベント、3月までいろんな場所で宮崎を体感できます。首都圏のスーパーでのステージイベントや新宿宮崎館コンネにおいてもキャンペーンを実施、ぜひ足をお運びください。嬉しいプレゼントキャンペーンもありますよ。詳しくは宮崎応援団で検索してください。今日はここまでです。もう一度ハネムーン、宮崎県の中央と南方面を巡りました。青島神社、鬼の洗濯板という南国の象徴、古事記編纂1300年の神話の国を強く感じた旅、そのイメージそのままに来週は宮崎の西方面を旅していきます。大自然あり歴史と文化の香りがする名所旧跡を訪ねます。